どうも、本日はですね、ローリング奏法をマスターする方法というのを実演動画を交えながらあなたにレクチャーさせていただこうと思います。でローリング奏法というのはどういった走り方かというと、骨盤ですね、骨盤を回転させて、走り方をローリング奏法と言います。でこちらのですね、骨標本を見ていただきたいんですが、普通はですね、この股関節を中心に足が前に出て後ろに引いてっていう動きで体を前に進めている、推進させているイメージを持たれている方が多いんですが、この骨盤ですね、骨盤をしっかり回転させることによって骨盤の動きプラス股関節の動きが入るので歩幅が大きくなるんですね。歩幅が大きくなるということはランニングのスピードが上がります。さらにですね、股関節だけ動かして、足が地面に着地するとその受ける衝撃というのを股関節周りのお尻の筋肉だったりで支えなければいけないので筋肉に非常に負担がかかってしまいます。一方でしっかり骨盤を回転させている状態で足が着地するとその受ける衝撃というのを筋肉ではなくて骨で支えやすくなるんですね。なのでこのローリング奏法というのをしっかりマスターしていただけると、まず歩幅が大きくなってランニングのスピードが上がる、さらにですね、受ける衝撃というのを骨で支えやすくなるので筋肉への負担というのが少なくなるので、体が楽に走れるというこの2つのメリットが大きくあります。じゃあ実際にどうやったらこのローリング奏法というのをマスターできるかというと、まずそもそも骨盤を回転させていくような柔軟性、お腹周り、腰周りの筋肉の柔軟性だったり背骨、腰骨の骨の柔軟性があるかどうかっていうのが重要になってきます。で柔軟性があるだけではなくて実際にその骨盤を回転させるような体の使い方ですね、そこもマスターしていかなければいけないです。で今日はですね、この骨盤を回転させるような柔軟性をつけるエクササイズと、その骨盤を回転させる体の使い方をマスターできるエクササイズというのを実演動画を交えてあなたにレクチャーさせていただこうと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それではどうぞ。まずはエクササイズをする前の走りです。骨盤の回転はあまり起きていません。両膝を立てて仰向けに寝て手を横に広げます。足を持ち上げて横に倒して腰をひねっていきます。その位置で5秒間キープしていただきます。反対も同じように行っていきます。両手を横に広げ、足を前と後ろ、交互にクロスさせて進んでいきます。反対も同じように進んでいきます。先ほどの動きを早く行っていきます。反対も同じように行っていきます。慣れてきたら足を大きく動かしていきます。特に前にクロスさせる足を大きく持ち上げて行っていきます。腰をひねって足を前後に着地させます。反対も同じように行っていきます。慣れてきたらこの動きを素早く行っていきます。この時胸は前を向くように行ってみてください。両方の指を溝落ちに当ててお尻を軽く引きます。背中を見せるように上半身をひねります。この時骨盤は一緒にひねらないように気をつけてください。慣れてきたらスピードを上げて行っていきます。肩に力が入らないようにも気をつけてください。エクササイズが終わった後の走りになります。骨盤がしっかり回転しているのがわかると思います。はい、いかがだったでしょうか。実際に
今のエクササイズをしっかりやっていただけると、やる前と後で骨盤の、スムーズさ、動きのスムーズさというのが全然違うのを感じられると思います。ぜひ普段のトレーニングだったり走る前にこのエクササイズを入れていただいて、ローリング走法を身につけていただければ、まあ、間違いなくランニングスピードも上がりますし、疲れない走りができるようになると思いますので、ぜひ試していただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいねのボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。